はぐら感動ぼはぐら感動文久2年7月3日は、江戸時代後期の儒学者、大漢。名は、要求、字は古、古比、号は感動、天則、かなり、よもぎよきな、少子街道などがあり、通称は劇。父、ゅうは、旗本で、幕府大漢を務めていた。大阪で生まれる。若い時から賀笠理に学び、同門の斎藤節道、篠崎小竹らと交わる。 父の赴任に伴い、文語に下り、広瀬丹僧の歓義園に学ぶ。1808年に、父の死に遭い、大官職を継ぎ、羽毛、暴走、駿河など各地を歴任する。1838年には、伊豆七島を巡視し、その成果を南広白区にまとめた。翌年の晩社の国では、渡辺火山との交際に関しめつけ、鳥居王蔵の告発を受けたが、 江川栄竜と共に追求を交わすことができたとする通説があるが、羽倉と火山の接点は不明で鳥居は、羽倉や江川を告発するつもりはなかったとする説もある。1842年に、天保の改革の原案作成をめぐり五難度頭の、久保滝米と論争を起こすが、水野忠国は静音に変えて感動を五難度頭に抜擢する。翌年には、陸の銀山を視察し、 大阪の米倉を検査して、河野池らの合商に献金を求めるなど、幕風財政の立て直しに貢献し、環状銀味役に昇格している。水野の失脚により職を追われ併居し、許された後は家督を弟の内気に譲り隠居、読書と著述に専念する日々を過ごす。ペリー来行以降、対外関係が緊迫すると、解剖施策を表し、外敵への対策を論じる。 幕府に召されても出資せず、73歳で没する。三田の聖泉寺に葬られた。私塾の門生として、岡仙人、松本慶堂、原市之心、谷口蘭伝鶴田都南、大田蘭道、稲津九兵衛、忍武助犬などがいる。元家領の川路俊明を推挙したり、雷見喜三郎、茂野聖祭、斎藤武道などの行進を引き立てることに努め、 その学食と指揮権は優位の青年たちに尊敬されていた。田中博之、晩社の国のすべて、ありがとうございます。